ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は猪木寛治ロードブレアーズハワイでタッグ結成について触れてまいります。アメリカ武者修行の旅に出る猪木ですが、本土上陸を前にまずはハワイで経験を積むこととなりました。ハワイ到着後、しばし豊登りとともにくつろいでいた猪木ですが、そんな猪木に早くもハワイ在住の大物レスラーが対戦を表明しました。その大物レスラーとはキングカーチスイヤウケアとトシ統合ことハロルド坂田です。猪木にとってはまさに相手にとって不足なし、問題となってくるのは猪木のパートナーです。そこであるハワイ在住の大物レスラーが猪木に救いの手を差し伸べます。そのある大物レスラーとはロードブレアースです。こうして猪木はロードブレアースとタッグを組み、ハロルド坂田キングカーチスイヤウケアの強力ハワイアンコンビとタッグで激突することとなりました。試合はブレアースの好アシストを得て、猪木はイヤウケア統合相手に大奮闘します。一進一退の白熱の攻防は30分の時間切れに終わりました。若い猪木にとっては大殊勲ともいえる試合内容でしょう。猪木ブレアース組が予想以上に良いタッグチームとなったため、3日後の大会でもう一度猪木ブレアース組が組まれることとなりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今回は猪木寛治ロードブレアースハワイでタッグ結成について触れてまいりました。